皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はパンの豆知識ということでアメリカのパンシナモンロールについてお伝えしたいと思います。シナモンロールはですね、菓子パンになるんですけれども、北アメリカとかあとヨーロッパの方の北とか中部、割となんか北系の方で主に食べられているパンになるんですけども、もともとの発祥はスウェーデンということになっています。で、イーストの入った、ね、パン生地をですね、長方形に成形して、具材とかを入れてくるくるくるってやって、輪切りにして上を向かしてっていう、シナモンロールですね、はい。なのでアイシングをすごくいっぱいかけるっていうのが一般的なようですが、私はそんなにアイシングしないんですけれども、はい、アイシングかけて仕上げていくということで、バラエティの方ではレーズンとかオレンジピールとか、あとはくるみチョコチップなんかをね巻いていくようなタイプのものとかもあるっていうことですので、はい、アメリカのパンって言われたら、あ、そうかなっていう気はするようなタイプのパンだなっていうふうに思いました。